さんこんにちは、ヘルニアです。本日はブルガリア領土分取りプレイ後半。現在は独ソ戦の真っ最中で、イタリア中心に領土をたかっているブルカスプレイ中ですね。攻領力も気がつけば75と、大国の仲間入りができそうな頃合いなので、まずはイタリアの攻領力を超えるよう頑張ってみましょうか。とその前に、前回説明をカットした祖国戦線について、軽くお話ししていこうと思います。独ソ戦が始まりますと、国内の共産主義支持率が大きく上がり、祖国戦線の国民精神がつきます。そしてディシジョン、この画面の場合約450日後にクーデターが発生するので、それを先延ばしにしたり完全撲滅しないといけません。やり方としては今行っている大規模な摘発などのディシジョンで、共産主義の支持率を定期的に下げていく。またこのディシジョンはクーデターまでの期間を延ばすことが可能なので、そういう意味でも複数回使うことになります。通常のディシジョンにある、共産主義の取り締まりや禁止も駆使しながら、共産の支持率が 1% を下回りましたら、一番下の最後の一撃ディシジョンで、この内戦勃発問題を終わらせることができます。国家方針ウランの試掘という、産業 NF ラストを飾る方針が完了。これにより各研究のボーナス2つと、ウラン鉱山の精神で、核の研究と生産にボーナスがつくことになりました。小国ブルガリアで核の生産なんかできるの？と思うかもしれませんが、ご覧の通りブルガリアは着々と領土を増やしています。ユーゴスラビアとかは案外州の数が多いので、米ソほどではありませんが、ある程度早い段階で生産してぶっ放すことは得意な国なのです。それに陣営名手のドイツが、核研究をし始めましたら、核の先ほどついた国民精神を売り払うことで、消費財-5% の恩恵を受け取れます。ですので核を作る気がなくても、陣営名手に売り払ってブルガリアの利点として活用することはできるんですね。なお今回は核をたくさん作るためにも、かなり民需工場寄りで建設を進めています。軍需方面にかなりの不安はありますが、そこはまあ手に入れた土地に軍需がいっぱいあることにかけましょう。1943年4月、独ソ戦は膠着し西からは連合が上陸している頃、ブルガリアはとうとうギリシャのペロポネソスまで分取りに成功。残るはエーゲ海諸島ですが、こちらは連合に上陸されてしまったザラ同様に、取得することができませんでした。しかしユーゴとギリシャ領土大半を取り込んだことで、攻領力はすでに150と大国並みにまで成長。一応言っておきますけど、戦闘は一切していませんからね。それでこれだけの領土手に入るのですから、大したものです。月日はさらに流れ1943年の9月、原子炉を必死に全州に立て続ける中、イタリアが連合入りしたトルコに侵攻。そのおかげでトルコのイスタンブールまで予定外でしたが手に入り、ブルガリアはなお国力を伸ばすことに成功します。そろそろ枢軸国を裏切って侵攻していけそうですかね。1944年に入りますと、核爆弾の研究が完了します。原子炉も概ね建て終わりましたので、これからえっちらおっちら爆弾製作に取り組んでいきます。ただ核爆弾作ってるだけでは時間がもったいないので、余力がある今のうちに陸空軍の配置と訓練も行っていきます。まあ当たり前の話なんですが、制空権の 75% 以上取らないと、核はそもそも撃てませんからね。陸軍数も領土の広さの割には、残念ながら限定徴兵中道なのでもあって、約50個師団が限界。心配なのは徴兵数と、核生産のために後回しにした軍需数の不足が怖いとこです。しかし枢軸は現在、東部戦線では押し込めているものの、西部戦線では連合の上陸が成功し、じりじりと体力を減らしつつあります。スペインがいきなりフランスをつついてくるとかでもない限り、枢軸不利の流れはもう確定的。あとは軍の練度が上がり次第戦線布告していきます。1944年9月、枢軸加盟しているルーマニアに正当化完了したので、ブルガリアは戦線布告いたします。最初は防御姿勢をとって、まず数としては頼りない48個で、守りきれるかを確かめようと思ったのですが、いやドイツ軍が来る前にルーマニアだけでも苦しめた方がいいと、戦術的核支援による大攻勢を開始、ルーマニア国境の敵軍全てに甚大な被害を与え、ブルガリア騎兵がその隙に攻勢を開始します。なおホイフォーの核は味方に放射能的な影響は愚か、民間人には被害を与えない、綺麗な大型爆弾、というのはあまりいい表現ではありませんが、とりあえず強力な火力を持った爆弾的意味合いが強いです。何より敵の指揮統制と充足を一気に削れるので、攻勢においては地形さえも乗り越えて、攻撃側を優勢に導いてくれます。ただまあ、インフラもぶっ壊れますので、補給面航空基地なども含めで苦労するのが、たまに傷ですけどね。しかし世界初の核攻勢にルーマニアは全く対処できず、あっという間にブカレストに到着。ブルガリアは平和的に領土拡大する名君の時代から、一気に生々しい大型爆弾を使う戦時状態に切り替わりました。その後は核支援攻撃の部分導入もあり、ルーマニアは勘弁してくれと降伏。ブルガリアは連合国に入りまして、一度カナダに最前線を任せて、領土よこせと平和的にディシジョンで要求します。ブルガリアが今頃戦争に貢献してももらえる土地はたかが知れてますからね。ディシジョンでパクれる土地は今のうちにパクってしまいましょう。ムンテニアとオルテニアを占領したブルガリア軍は、敵の航空機数を減らすためにも、ハンガリーの航空基地があるプロビに戦略爆撃。特にドイツ軍が製成所で取れるゴムを使って、意外にもまだ戦闘機を保有しているみたいです。直接敵の航空機を減らせる核攻撃は、こういう時非常に役に立ちますね。しかし1日で核が生産できるほど原子炉があるわけでもなく、ちょっとずつ核攻撃しながら進んでいく展開に。というのもブルガリア単体では数軸の他国籍軍には戦力的に勝ち目がなく、核支援してやっと進んでいるような状態。本当は連合国が支援攻撃してくれれば、そう手こずることもないと思うんですが、連合国はちっとも手伝う気がありません。おそらくアメリカ単体では、イギリス単体では、戦力が足りないから構成しない、と各国の AI が働いている状態とかなのかもしれません。そこでブルガリアはわざと国際緊張度を高めているソビエト連邦に正当化し、連合国盟主イギリスに陣営を追い出してもらいます。共同戦争中は陣営から自力では出ることができないのですが、国際緊張度を上げすぎると連合国にはいられなくなることを利用し、かなり強引に連合国からコミンテルンにくら替え、すまないね前線の連合兵たち、恨むならブルガリアを追い出してしまったイギリス軍を恨んでくれたまえ。連合国を出た理由としましては、ユーゴスラビアが連合として入っていたことをすっかり忘れており、ボイボディナ周辺のユーゴ領が復活してしまう状況になってしまいました。最初からソ連を頼っていればこんなことはなかったのですが、うまく連合から抜けた混乱で、ドイツ軍たちがボイボディナ、それに柄を取り返してくれないか、つまりソビエト領土にして、ブルガリアが再び分取れる状態にできないかと、試してみたんですが数軸構成する余力なし、仕方ないのでユーゴは諦め、そのまま数軸をひねり潰すことに決めました。ハンガリーを西から叩き潰し、トランシルバニアに向かって投進。ハンガリー撃破後はそのトランシルバニアの数軸軍を撃破し、残りはドイツのみとなりました。しかし適当にカナダに与えた土地までも、ここに来て邪魔になってしまうとは、となってきますともうバルカンで請求できそうな場所はないので、最後シュプットガルトに支援攻撃をしまして、対数軸戦が終了です。幸いにもバルカン判定班以外のハンガリーを講和会議でいただけましたが、残念ながらユーゴスラビア吐きだめ連合たまり場共和国は健在。いや、100歩譲ってクロアチアはともかく、ユーゴはなぜこんな状態になってもまだ国として成立してやがる。とはいえさすがに海なし国家のブルガリアが、連合に挑むのはちょっと厳しすぎますので、今度はコミンテルンを裏切りソ連と傀儡のイタリアなどに宣戦布告。これでもかなり頑張って軍を増やした方なんですが、ブルガリアは核のアドバンテージがあるうちに、まずは主要国扱いになるイタリアから撃破していきます。残りカスだったルーマニアとクロアチア、そしてチェコスロバキアをすぐに降伏させ、イタリアもあともう一踏ん張りです。しかしイタリア方面は地味に固く、航空機の戦力的に拮抗していることから、ソ連方面の押し込みは現在苦戦しています。そこで最前線ではなく、後ろから飛ぶ航空機の数を減らそうと、核で航空基地を粉みじんに。包囲網は空軍の力がかなり大きいゲームですが、それをダイレクトに消せて、陸軍にもダメージを与えられる核は、考えようによっては全てを解決できると、言えるのかもしれません。しばらくはこれを続けて、空軍的な優位を取れるように努力します。しかしイタリアに敵軍が上陸してくるなど、物量においては圧倒的にソ連が有利です。ブルガリアは確かにバルカン半島のほとんどを制圧して、中核州化してきましたが、その中核州人口で言っても、全部で50メガ台、アルジェリアを中核化したフランスがそのくらいだったでしょうか。したがって人的資源がないわけではないですが、大規模徴兵でも先の戦いでそれなりに損耗したため、はっきり言って人不足、無再現徴兵や、最悪全成人徴兵までして、敵軍の数に対応していかないといけませんでした。1947年3月、やっとの思いでイタリアを降伏させ、これで残る主要国はソ連だけになりました。しかしこの1945年を超えてきますと、別の問題が出てきてしまうのです。それが世界中の工場に対して、鉄が足りなさすぎる問題でした。鉄の産出量が多いアメリカ、ソ連、あとフランスくらいだったら、なんとか支えきれるんですが、それ以外の地域はもう鉄が足りない。特にソ連と戦ったり、ソ連が閉鎖経済にした時なんかは、鉄の総量がちっとも足りなくなる恐れがあります。現在ブルガリアも200ほど鉄が足りない状態で、小銃を作ることさえ平常通りにはいきません。要は銃がまともに作れず短命状況になっており、現在対ソ戦は苦戦している状況なのであります。パラドさんもっと資源量増やすか採掘ディシジョン増やしたりとお願いします。とまああまりに鉄がないものですから、ブルガリアはソ連の鉄を求めて猛進開始、特にディシジョンで後から大きく追加される、ベルゴロド周辺ウクライナとロシア国境付近の鉄鋼地域が維持でも欲しいのです。っていうかそれがないと中戦車に回す鉄がないんだ。およこしソビエト、と小銃も枯渇する中攻撃し続けたので、200〜300万人近い被害が出てしまったんですが、なんとか敵の鉄鋼地帯を獲得。これで多少は楽になると同時に、ソビエト側も大きく鉄不足で悩むようになるかもしれません。モスクワまでもう少しというところで、今更東ドイツがコミンテルンに加盟したり、東ドイツの対処にイタリアにいた軍を使わなければいけなかったので、再びイタリアを倒さないといけなくなったり、結果的に400万人近い死傷者を出しながら、ソビエトを倒すには成功したんですが、最後はモンゴルまで主要国になったりと、まあ色々と手こずらされた大祖先になってしまいました。ということで講和会議の結果としては、ソ連は手こずらせた罰としてカザフスタンに、爆雨油田や鉄鋼地帯などはブルガリアが割譲し、ドイツにはプロイセン、チェコスもそれぞれで傀儡とし、イタリアはブルガリア領イタリアとして、協力政府になっていただきました。ということでブルガリアの平和的領土拡大なのか、乱暴な各連打プレイだったのかはわかりませんが、考慮力も500超えと格好がつきましたのでここまで、明日のマリアリ動画は、もしかしたら僕の体力と集中力的に間に合わないかもしれないと、念のためお伝えしたところで、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、コメント、グッドの方、よろしくお願いいたします。